ジョコンダ・デビートはイタリアのバイオリニストである。1907年に南イタリアのマルティーナ・フランカに中流の武道演手の娘として生まれ、1914年から自回り楽団のマスターについてバイオリンを学び、数年後には近くペイザロのロッシーニ音楽院でレミー・プリンチペに支持して2年間であらゆる賞を総なめにした。1921年、 ビオッティのバイオリン競争曲第22番の第一楽章を弾いて同院を卒業1921年に16歳でチャイコフスキーのバイオリン競争曲を弾いてデビューしたが演奏活動を本格化せずバーリに新設された音楽院にて若干17歳でバイオリン科の教員になる1932年にウィーン国際バイオリンコンクールで優勝したが その後もあまり演奏会には出演しなかった。1934年、サンタチェチーリア国立アカデミアのバイオリン科教授に就任して後進の指導にあたり、1942年に35歳で、ブラームスのバイオリン競争局で、ローマにデビュー、一役イタリアバイオリン界の女王として、楽団の長寿となり、1944年37歳にして、 サンタチェチーリア国立アカデミアのバイオリン歌手新教授に任命された。1946年放映して EMI の重役であるビッグネルと知り合ったことが契機となり、1948年から同社で録音を始め、1951年にビッグネルと結婚する。1962年4月に突然学会から引退し、 その後は二度と楽器を手にすることはなかったという。引退後は、イギリスのハートフォードシャーで生活したが、1994年10月に、ローマで死去した。1953年以前は、ガリアーノの X、カルマン・ロネーを使用し、それ以後は、クレモナさんの名機トスカーナを使用。これで演奏されたフィッシャーとのブラームスの第1番と、第3番のソナタは、 同曲録音中の圧巻と称され、また、1957年4月に、バチカンの越見室で、ピオ12世紀の前で、メンデルスゾーンの競争曲を演奏した折も、この名機を弾いたと推測されている。ちなみに、トスカーナは、メディチ家のトスカーナ太鼓工事も3世のために、作られたもので、同家廃絶後、競売にかけられ幾度か転売され、 ムッソリーニがデビートのために購買しようとする計画もあったが、実現せず、第二次世界大戦後、イタリア政府がサンタチェチーリア国立アカデミアのために12000ポンドで購入して動員へ対応したため、終身教授であるデビートが使用するものともなった。バロックから近代までが演奏範囲であるが、しかもごく一部の曲に限られ、中でもバッハとブラームスを最も得意としたらしく、 1931年にパリにおいてアルトゥーロ・トスカニーニの前でバッハを弾き、バッハはそのように弾かれるべきであると絶賛されたといい、後者では上述のように人ようにして名声を確立させた競争曲やソナタがあり、彼女の代表的な演奏ともなっている。大らかにして力強く伸びやかであるが、イタリアの演奏家にしては珍しく内省的で精緻なものでもあるという。 ありがとうございます。